はい、国語の解説になります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回、田地さん、国語なんですけれども、国語はどういう印象を受けてますでしょうか？四角一の物語と四角二の説明文ですかね。二つもすごく読みやすくて、内容的にも面白かったんじゃないかなと思います。で、物語もやっぱり障害を持ったスキープレイヤー、スキーの選手と、元スキー選手のその交流の話なんですけれども、ここが吹雪のところでっていうところで、立場が逆転して、信頼というところでつながっていったっていうようなお話だったと思うんですけれども、この辺で場面の切り替えとか、そういったことをしっかりと皆さんで分かっていれば、結構解けた問題かなと思います。で、これもやっぱり正答率にも表れてまして、正答率は高かったので、かなりそういった部分でも読みやすかった文章かなと思います。で、四角二の文章は、本当に皆さんがこれから社会に出る、中学、高校、大学、社会に出るっていったところで、とても大事な文章になるかなとは思うんですけれども、抜き出しの問題ですかね。抜き出しの問題で、皆さん、今回落としてしまったっていうところだと思うんですよね。というのは、基本的には、これ、問題見て、わかると思うんですけれども、ここで大ヒントとしては、この17文字と25字というところなんですよね。17字の文字と25字の文字を抜き出しなさいっていうところと、あとはここに書いてあるところで思考コードの思考スキルというんですかね、思考スキルの関係づけというところがあるかと思うんですけれども、どういう関係かなっていったところをまず注目してみると、もともと日本の社会はって言ったところで、これは事前調整型だなというところが分かって、それを対比で、開戦によって従うべき前例や決まりが失われたため、何々せざるを得ないって言ったところで、これ自己調整型だなっていうふうに分かると思うんですよね。そうすると、事前調整型と自己調整型をまとめた文章っていうのが、そんなに数がなかったんですよね。で、そこを選ぶときに、考えられたのが6ページですかね。まず6ページの上段のところで、日本の社会は宿命的と言えるほど完全な事前調整型ですって書いてあるんです。これかって、この中で、17字を探していくっていうことは、結構そういった部分では、正答率にしては、簡単だったんではないかなと思います。で、その次の、自己調整型は、6ページの最後の方で、とにかくやってみて、後から考えるという自己調整型にならざる得ませんでしたって書いてありますね。ならざる得ませんでしたという表現と、この問題の問いはならざる得ずって書いてあるので、この関係で持っていけるかなと思います。特に全体的な国語の問題で、文章題で、思考コードというよりも思考スキルというものを身につけていくと、この問題に対してどういった思考スキルで解いていけばいいかなっていうふうに思うことが結構あると思うので、国語に関してはこの思考スキルというものはぜひ活用していただけたらなと思います。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あと、そうか、四角二の問い10。そうですね。だから、例えば今、立さんが言われた、その問4の、抜き出しの問題と、それからあと問10ですよね。問10の、抜き出し問題。両方とも抜き出し問題で、それぞれ正答率が非常に低いいでかすっね。たもんですね。問4では27.7%の正答率。問10に至っては、4.7%の正答率だったんですね。ちょっと問10の方が、その問4と比べてですね、もう少し、やっぱ、2段階ぐらい難しいですよね。そうですね。ヒントになりそうな文章が、本文中に問10の方はいくつかあるのそうですで、ね。より細部にわたって読んでいかないと、ここはなかなか正答ができなかったんじゃないかなっていうことですよね。答えとしては、ここは本文の最後のところですよね。8ページの下段のところにヒントがありそまうすよなんですね。よ。だから結構論理的な文章を書けるっていう答えが僕多かったかなと思うんですよね。
だけど、ここにキーワードが、プログラミング言語は英語なのでっていう、英語というものをやっぱり付け加えないと、正解ではなかったというところがありましたよね。そうですね。まあ、プログラミング言語は英語なので、英語で論理的な文章を書けることが、すなわちプログラミングですって、この一文を見つけられるかどうかっていうか、ここが重要なんだなっていうことが分かってたかどうかで、多分答えが書けたか書けなかったかっていうことになると思いますね。うん、だから13時で答えなさいって言ったら、英語でっていうところだったんでしょうね。そうですね、そうですね。うん、10時って言ったところで、またここで思考スキルで言うと、言い換えっていうところで、英語で論理的に考えるっていうところになるっていうことですね。そうですね。だから2段階ぐらいちょっとつなげて考えていかないといけないかなっていうところでしたね。そうですね。はい。で、やっぱり国語の文章っていうのは置き換え、何と何が同じ文章で、何と何が対比、反対の言葉を言ってるかっていうことをつかむことが説明文ではすごく大事なので、そこはしっかりと、まあ、この1年かけて身につけた方がいいところかな、いいスキルかなと思います。そうですね。抜き出し問題は逆に言うと、答えは必ずどこかに本文中にあるわけですから、そこのところからうまく探し出せる、どれが重要な答えに導き出せる箇所になるんだろうっていう、当たりをつけられるような方法というかですね、まあ、そういう感覚を身につけていただければなと思っております。以上で国語の解説動画を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。